どうも、ウエストランド井口です。はい、活動報告動画でございます。今日はですね、お昼ぐらいですかね、収録がありまして行ってきました。まあまたね、告知が解禁されたら、報告したいと思うんですけど、あの番組に行ってきましたんで、楽しみにしておいてください。そしてですね、さっきまで、まあこれ撮ってるのが今もう2時前ぐらいなんですけど、ちょっと前に家に帰ってきまして、夜はですね、DMMTV で、配信されております横道ドラゴンというね、劇団ひとりさんが主役をやってアドリブをこうやりながらストーリーがそのアドリブによって生まれて、そのストーリーを進行していくと、まあドラマ仕立てでやりつつこう即興コント要素を含んだ、物語になっているというその横道ドラゴン、まあ、これがね、DMM の方で見られますんでぜひ見ていただきたいですし、僕も、まだ僕が出る部分は公開されてないんですが、後半に出てくることになってると思いますんでそちら楽しみにしておいてください。それに関する今日は配信が夜の11時からありまして、そちらに出させていただいておりまして12時までやって、帰ってきたということでございます。そしてですね、その収録と、夜の配信の間に、なんとか散髪をしてきまして、髪を切りました。めちゃくちゃさっぱりしました。よかったです。相当伸びてましたからね、僕の中では相当伸びてたんで、かなり、短くしてさっぱりしましたね。まあいつもおでこを最近というかもうずっと出してるんでおでこを出すような感じで切ってもらったんでなかなかいいんじゃないでしょうかね。まだまだ暑い日が続きますから髪の毛は短くて、楽にはなりました。それが終わって配信をしてきて帰ってきたというところでございます。非常に夜遅い時間ですね。まあ今日も一日頑張ったということで、楽しく終わればいいんですが、まあ明日というかもう今日ですね、明けて今日は、タイタンライブ、タイタンシネマライブがあるということで、ぜひぜひ皆さん、お近くの映画館で、見ていただけたらなというふうに思うんですが、そのネタを作らなければならないと、まだ一文字も書いていないという非常に、絶望的な状況です。なので、まあ、こんなことをしている場合では絶対にありません。こんな配信をしている場合では、絶対にないということだけは、確かですね。まあ、今日ね、その横道ドラゴンの配信がですね、まあ、豪華メンバー大集合といいますか、結構いろんな芸人さんがたくさん来てて、まあ、小宮さんもいましたし、まあ、小宮さんに関してはね、昼間の収録も一緒だったんですが、夜というかね、さっきやってた、配信も一緒でしたし、ランジャタイの国崎さんもいましたし、まあ、真空ジェシカとか、カモメンタルのウダイさんとかヒコロヒーとか、いろんな方がいたんですけど、まあ、ひとりさんももちろんいましたしね。なんでまあその合間というか始まる前の時間にですねちょっとみんなにね、ちょっとネタを作らなきゃいけないんでなんかアイデアないかというふうに聞いて回ってですね、まあ、ウダイさんもいたんでウダイさんなんかね、いいアイデアくれるかもしれないということで、無理ってね聞いてみたんですけど、まあなんかいろいろこう言ってくれたんですけどちょっとウダイさんの世界観すぎてついていけなかったというか、とても僕らの漫才にやるような話じゃなかったんでちょっとそれはなかなか難しいかなということで、結局このゼロ文字の状態で今を迎えております。いやーどうなるんでしょうか。本日ね、タイタンライブ楽しみにしておいてください。そしてね今日配信もあったんですがその横道ドラゴンぜひぜひ面白くなってると思いますんで、DMM に登録して見ていただけたらなというふうに思っております。まあその他もろもろいろんな番組とかもありますしね、昨日も言いましたけど24時間テレビも、日産ステージでやらせていただきますんでそちらもぜひよろしくお願いしますということですかね。まあまあなるべくね、毎日
配信をねやっていけるようにちょっと強化月間というかね、いう感じで今やっておりますんで、こんな深夜ですが動画を撮ってみました。まあ、活動報告動画と言いつつ収録に行って、散髪をして配信をしたよというぐらいの話でしたが、まあ、こうやって何気ない話もしていけたらなというふうに思っております。なるべく動画をたくさん上げてですね、まあ、チャンネル登録者数も増えたら嬉しいですし、高評価とかねコメントもぜひぜひたくさんよろしくお願いします。ぐらいですかね。まあこんなことをしてる場合ではないので、なんとか頑張りたいと思います。応援してくださいということで、ああそうだ、ブチラジをね、見てくれた方々ありがとうございます。見てくれた方は分かると思いますが、公開収録を今年もやることになりましたんで、そちらの詳細もね、ブチラジを見たり大体のホームページを見たりしてしっかり確認して、ぜひぜひ、見に来てください。配信もありますんで、そちらもぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。また何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。